太閤検地によって、およそ54万石を安堵する、宗の朱印状を秀吉から受領す。宇都宮国綱の改易に伴い処分の可能性があったが、石田三成の取りなしで処分を免れる。前田利家が死去、石田三成が襲撃され浮田秀家の家にかくまう。上杉討伐の命を受けるが密約のために都城へ引き上げる。戦いの後家康にはびる。大阪城を訪問し、家康より天保の命令を受け、出羽の国、秋田郡へ移る。大阪冬の陣において徳川方として参陣し、豊臣軍を撤退させる。江戸城の猿楽の鑑賞中に、慶氏の義直が居眠りをし佐竹家から離縁され、出家する。江戸の神田屋敷にて死去。